運の重佐脳の中の霊神キーの患者ねえ先生宮川さんはいよいよ明日退院させるのでございますかそうだ明日退院だそれがどうかしたというのかね不調あんな状態で 退院させてもいいものでございましょうかしらどうも仕方がないさいつまで病院にいても同じことだよとにかく傷も治ったし元気もついたしそれにあのとおり退院したがって暴れたりするくらいだから退院させてやった方がいいと思うそうでしょうか私は気がかりでなりませんのよ 不長君はわしがやった大脳移植手術を信用しないというのかねいえ、そんなことはございませんけれどございませんけれどございませんがどうしたというのかねいえ、どうもいたしませんがただなんとなく宮川さんを病院の外に出すことが心配なんですの何かこう 予想もしなかった恐ろしいことが起こりそうでじゃあやっぱり君はわしの手術を信用しとらんのじゃないかまあそれはそれとしておいてとにかくわしは宮川氏を退院させたからといってあとは知らないというのじゃない一週間に一度は宮川氏を診察することになっているのだまあそうでございましたか 博士が今後も診察をお続けになるのなら私の心配も大変減りますですけれど今お話の今後の診察の件については私まだちっとも伺っておりませんでしたそれはそのはずだ診察をするといっても患者を診察室に呼び入れて診察するのではない宮川氏は診察されるのは大嫌いなんだ 逆らえばせっかく手術した大脳によくない影響を与えるだろうあの手術の予後を一等悪くするのだだからわしは少なくとも毎週一度は宮川氏の様子を遠方からそれとなく観察するつもりだそれがわしの今言った診察なんだこのことは当人宮川氏にも また病院内の誰からにも話していない秘密なんだからそのおつもりでいるように黒木博士と看護婦長との会話に現れた問題の患者宮川宇太郎氏は我が身の上にこんな気がかりな話があるとは知る由もなく病室内を動物園のオオカミのように歩き回っている彼は今朝病院内の理髪屋で伸びきった髪を短く切り ぼうぼうのひげをきれいに剃り落としすっかり若返っただが鏡に顔を映していると久しく日に当たらなかったせいか妙にあおぶくれているのが気になったそれに引き換え後頭部の手術のあとはほとんど見えないこれは手術に電気メスを使うようになって熱い皮膚でもたくましい肉体でもそれからまた硬い骨でも まるでナイフで紙を裂くように簡単に切開できるせいだったよく気をつけてみると毛髪の下の皮膚が薄くひだ状になっているのが見えないこともないがそれが見えたとて誰もそれを傷あと思うものがないであろう実に驚くべき手術の進歩だそのように手術の後は至極単純であるにもかかわらず彼はこの病院に。 いく入っていたのだ。おお明日からは自由の身になれるうれしいなあと彼は子供のようにぴょんぴょん室内を飛び歩いていたそうかと思うと急に難しい顔をしてブツブツつぶやきながら動物園のオオカミになりきってしまう思い出しても恐ろしい一年だったいや 一年の月日が経ったことは本当だが自分は一年というものをすっかり覚えていないのだ正気づいた時はすでに半年余りの月日が経っていたのだからなその間自分は全く無我夢中で生死の間を奉公していたのだと後になって聞かされたそれからこっちも時々変な気持ちに襲われたなんだか 五体がバラバララに裂けてしまうようよな実に不快な気持ちに陥ったのだ何しろものを考える器官である大脳の手術をやったというのだから回復までにどうしてもそうした不安定な過渡期を取るのだと黒木博士が説明してくれたがそんなものなのかもしれない今も興奮と憂鬱とが変わる変わる彼を襲ってくるのだった 彼は手術のことについて博士に聞きたらしたいたくさんの事柄を持っていただが博士は元来無口な人で患者が自分の病気について深入りした質問を発するのが大嫌いのように見えた何でもいいとにかくこの通り元気になって退院できるのだからと彼は諦め顔に言ってさあいよいよ明日から。 自分の好きなところへ行って好きなことができるんだぞうれしいなさて明日病院の門を出たら第一番に何をしようかな謎の手帳彼は黒木博士の世話で目黒区にある高風荘というアパートに入った。 彼は親に早く死に別れ兄弟もなければ妻子もなく天涯孤独の身の上だった財産だけは親譲りで相当のものが残されていた毎月の末になると某信託会社から使者が来て規定通り500円の金を置いていくのだった入院費や手術費とは別に多額の金がこの信託会社から支払われたそうである だから黒木博士も病院も彼の面倒を十二分に見ることができたのである高風草の彼の借りている部屋は三間もある広々とした上等のところだった見覚えのある彼の持ち物やうどが室内にきちんと並んでいたうーん悪くない気持ちだて。彼はに言って 顎の先を指でひねり回しながら室内を見回したセザンヌが描いた南フランス風景の額がかかっている南洋で取れた珍しい貝殻の置物がある本箱にはぎっしりと小説本が並んでおり机の上には杉材でこしらえた大きなすずり箱がある全て見覚えのある品物だった彼は懐かしげに。 一つ一つの品物を取り上げてはなでて回ったそのうちに彼の手は机の引き出しに伸びた引き出しを開けて中の品物をかき回しているうちに彼は青い革で表を張った立派な手帳に注意を引かれたおやこんな手帳が入っている見覚えのない品物だがなぜ 自分のの所有でない青いい青手帳が引き出しの中に入っているのか。誰かが引っ越しの時間違えてこの引き出しの中へ入れたのであろうと思いながら彼はその手帳を開いてみた途端に彼は思わず大きな驚きの声を上げたなぜといってその手帳に細かく書き込んである文字は確かに彼の筆跡だったのであるから おお、これは確かに自分の筆跡に違いないだがこの手帳はさらに見覚えのない品物だ一体どうしたというんだろう彼はすっかり気持ちが悪くなった確かに自分の筆跡に違いないのにその手帳には見覚えがないこんな不思議なことがあるだろうかこの疑問を解くために、 彼は努めて気を鎮めながら手帳に書かれた文句を読み始めたこんなことが書いてあった5月バツバツ日天気がいいので堀切の勝負苑へ行ってみる帰りに浅草へ出て映画見物家へ帰ったのは午後11時半だった部屋の鍵を開けた途端に 後ろから声をかけららをけれた。プーンと髪のにおいがした Y だ Y が立っているしかたがないので部屋へ入れる帰れと言ったが帰らない無理やりに止まってゆく困ったやつだ彼はこれを読んでため息をついたそして 首をふったへえ、どうしたというんだろう一向に覚えがないがこの日記によると Y という女が夜遅くまで部屋の外に立って主人公の帰りを待っていたというのだ女は主人公が部屋の錠を開けた時に声をかけたそして無理やりに泊まっていったという これで見ると Y という女は気の毒にも主人公から冷淡に扱われている Y という女の姿が見えるようで大変いじらしくなったそれでいてこの日記の主人公なる者が一体誰なんだかわからないのだったその主人公こそは彼宮川太郎なのであろうかいや断じて自分ではない。 自分にはそんな記憶がない記憶がないから自分ではないと思ったもののこの手帳は自分の机の引き出しの中に入っていたことといいその日記の筆跡が確かに自分のものであることといい実に気持ちの悪いことに覚えた一体どうしたというのだろう彼はさらにその手帳のページをくって先を読んだ。 5月バツバツ日 Y 夕方暗くなって帰ってゆくもうこれでお別れだというもう諦めたとも言うどうか怪しいものだいつもその手を使う帰った後で座布団を片づけると下から私の写真が出てきたその写真は ずた,ずたに引き裂いてあったさっき私の写真を1枚くれと熱心に頼んだものだからつい与えたのだが Y のやつ持ってゆかないでこんなひどいことをしやがった Y という女が奮然と主人公の写真を破くところが目の前に見えるようだだがこのくだりも彼には全然記憶のないことであった 彼はなんだか気持ちが変になってきた。じっと部屋にいるのが嫌になった。持ち物を取り上げて懐かしがる気ももうどこかへ行ってしまった。彼は気を変えるために着ながしのままぶらりと外へ出た。怪しい尾行者。雨は上がっていたが。 梅雨空の雲は重い彼は懐で押したままブラブラと歩道の上を歩いていく着ているのはセルのとえで足につっかけているのは靴だった下駄を買っておくのを黒木博士は忘れたものらしい宮川には和服に靴という取り合わせがそれほど不愉快ではなかった上がり坂の町をブラブラ登ってゆくとやがて 大きな社の前に出た鳥居の間から広い境内が見える太いイチョウの木が百日かずらのように茂っている彼は石段に足をかけようとしたその時ふと背後に人の気配を感じて後を振り向いたそこには背広服を着た一人の青年が立っていたひどくくたびれたような顔をしている 色艶の悪いのむくんだような顔下まぶたはだらりとたるみ不快なへこみができているそして帽子の下からのぞいている大きな目だその大きな目が宮川をじっと見つめていたのであるああ宮川はなんとなく襲われるような気持ちで思わずうなった 気のせいかその怪しげなる男もなんだかブルブル体を震わせているようであった宮川は石段を踏んで駆け上がったそして境内へどんどん入っていった社殿の後ろに駆け込んでそこでおずおず後ろを振り返った怪しい男は見えなかったまず助かったと彼はドキドキする心臓を押さえながら社殿の後ろにベンチを見つけ それに腰を下ろした。キャツは何者だろうか。彼はまだハァハァ息を切りながら、頭の中に今見た怪しい男の顔つきを極に悪く思い浮かべた。彼の腰を下ろしているすぐ前に、誰が捨てたか、地上に捨てられたタバコのスイガラがあった。まだ火がついたままで。 紫色の煙が地面をなめるように張っていた彼はそれを見ると急にたばこが吸いたくなった彼は汚いという気持ちもなく吸い殻の方へ手を伸ばして泥を払うと口にくわえたすばらしいたばこの味だっただが間もなく火は彼の指先に迫ってもう少しでやけどするところだった 彼はびっくりしてスインガラを地上に放り出した。ハハハハ、宮川さん、あなたはタバコを吸うようになりましたね。恐ろしいもんだ。突然後ろから声をかけられ、彼は腰を抜かさんばかりに驚いた。パッとベンチから飛び上がって後ろを振り向くと。あ、君は？と言った。 さっきの男だ怪しいギロギロ目玉の顔色の悪い青年であった君君は一体誰ですか宮川はいつの間にかまたベンチに腰を下ろしていた蛇ににらまれたカエルといった体であった僕僕でですすか。か。をご存じないのですか青年は 少しずつ彼の方に寄ってきた。知らないよ人間違いだ早く向こうへ行ってくれたまえそんなことを言うものじゃありませんよ僕は矢部というものですあなたはご存じないかもしれないが僕の方はよく知っています開成年矢部はつらにくいほどゆっくりしたごちょうで言って 無遠慮に宮川の横にかけたとにかく僕は君に見覚えがない頼むから早く向こうへ行ってくれたまえよろしい向こうへ行きましょうがここまでついてきたにはこっちに少し用事があるんです金を50円ばかり貸してくださいなんだ金のことか50円ぐらい何でもないが 見ず知らずの君になぜ重さねばならないかその訳が分からない宮川も少し落ち着きを取り戻して逆襲したのだったああその訳ですかあなたは本当にご存じないのですかこれは驚きましたねと言って矢部は帽子を脱いだなんだいそ、それは… 宮川はさっと顔色を変えた矢部が帽子を脱ぐとなんとその下からはぐるぐる巻きに包帯した頭が現れたのだったこれでお分かりになったでしょうあなたが頭に大きな傷を受けてもう死ぬしかないという切羽詰まった時にここから僕の脳髄の一部を裂いてあなたの脳につなぎ合わせたんです 見事にその大手術をやってのけた黒木博士もあなたの再生の恩人なら脳髄を提供した僕もまたあなたのためには大恩人なんですよ。それを忘れて僕を育にするなんてそんな恩知らずなことがありますかいい年やべはととんでもないことを言い出した。 脳を撃った男。嘘だ、嘘だ、そんなことは嘘だ」と宮川は強く否定した。「何？僕が嘘を言ってるんですって？と」と会生年やべは唇を曲げて笑い。「はははは、そう思いますかね。ではちょっと聞きますが。」 あなたはさっきタバコを吸っていましたねうまかったですかそう言いながら矢部はポケットから巻きタバコを取り出して火をつけた宮川はタバコの匂いを嗅ぐと喉から手が出そうになった一本ああなたにあげましょうかね。じゃあもらおう。宮川は、 を吸いたい欲望を制しきれなくて手を出したそして火をつけるのも待ち遠しい様子でスパスパと煙を肺の奥に吸い込んだ「のうですタバコはうまいでしょうが」ところで僕は質問しますけれどあなたは手術前にはタバコが大嫌いだったじゃありませんかそれを思い出してごらんなさい。 あ宮川はびっくりして指先からタバコをポロリと地上に取り落としたそうだタバコ嫌いで通った自分だったしかるに今はタバコの匂いを嗅ぐと吸わずには我慢しきれないのだ一体これはどうしたのだろうかどうです分かったでしょう タバコ好きの僕の脳をあなたの脳につないだからそうなったんですいや今日あなたに会いたかったのは金も使い果たして欲しくはあったが僕の脳を植えつけた後のあなたがどんな風になっているかを見たい気持ちもあったんですまったく恐ろしいもんだあなたはタバコ好きになったおかげで僕はタバコが大変まずくなって寂しい この包帯の下にはあなたと同じような手術の跡があるんですぜ。その下を開けてみると、僕の脳はある部分欠けているのです。僕は金のためにそれをあなたに売ったけれど、その金を使い果たしてしまった今日、惜しいことをしたと後悔しています。近来、どうも体の具合が良くなくていけないのです。 三重子に会いたいいたと思うが、こんんな体だだ。から遠慮しているんだ矢部青年は一人でペラペラととりとめもないことをしゃべった宮川は矢部の言うことが腑に落ちないながらも気の毒になって彼に金をやることにした矢部は札をありがたそうに頂い,いてポケットに収めたがそのあとで訴えるような目つきで言ったことがある 全くの話が金に困っていなければ、いや、三絵子という女を知らなかったら、僕の脳の一部を売ったりはしなかったんですよ。あんまりいい値段だったもんで、つい黒木博士の誘いにのっちまったんです。宮川は今やしみじみと一年間の入院の後を振り返らずにはいられなかった。 自分がこうして再生して全開するまでにはこうした大きな犠牲もあったのであるか前代未聞の脳の売買だ黒木博士はやりもやったまたこの矢部青年もよく売ったものである一体君はどのくらいの値段で脳の一部とかを博士に売ったのですかそれはと言いかけて 矢部はにわかに口をつぐんだ。そして悲しげな顔になって、それを言うのはよしましょう。とにかく莫大な金でした。大きな土地を買って立派な邸宅を建てることができるくらいの金でした。宮川は、脳の一部の値段がそんなに高いものかと聞いて驚いた。矢部の口ぶりからすれば、少なくとも五六万らしい。 それなのに彼は1年経つか経たないうちにその莫大な金を使い果たし今たった50円の金に困って無心をしているのだなんとかいう女のためとはいえあまりにも激しい金の使い方だった宮川はその点に不審を起こした矢部の言うことは嘘ではないかい,いえ嘘ではありません 確かにそれくらいの金は握ったんです。それをどうして使ってしまったというのですかそれはですね。と矢部は宮川の方へ顔を近づけて言った。相場をやったのですよ。相場ですっかり吸ってしまったのです。それは乱暴だな。自分の脳を売った金で相場をやるなんて。その… なんとかいう君の愛人にだって気の毒な話じゃありませんか？宮川もついこう。ぎめいたことを言いたくなって言った。すると、矢部青年は首を左右に振って焼けつくような視線を宮川の表に送って言うには？乱暴かもしれません。確かに僕は相場で失敗したのですからね。ですけれど、宮川さん？ もしも相場で僕が何倍かの大金を設けたら僕は何をするつもりだったかあなたにお分かりですか宮川は矢部の激しい動きに押されて後ろへ身を引きながらさあ僕には君がそのような大金を何に使うつもりだったかわからないねと答えたすると矢部は ギリギリと激しいをして叫んだのであった僕はあなたに売った脳を買い戻したかったんだ売った値段の2倍でも3倍でも投げ出すつもりだったんだだがとうとう僕は失敗したでもいつか僕はあなたの頭蓋骨の中からきっと僕の脳を買い戻してみせるベンチの上に 真っ青になった宮川を尻目にかけて開成年矢部はスタスタと足早に向こうに立ち去った禁断の女一人になった宮川は改めて戦律の復讐をやった「なんという恐ろしい男だろう」一旦自分の脳を打っておきながら。 その金で相場をやって儲かればその金で自分の脳を買い戻そうというのだった買い戻すと言っても彼の脳は今はちゃんと他人の脳室に入っているのであるいくら金を積んでも嫌だと言ったら彼やべは一体どうするつもりだろうか暴力かあの剣幕では腕づくで持って行くかもしれない暴力ならば たとえ金がなくても実行ができるのだこれは大変なことになったと宮川はブルブルと震えた彼はもう立ってもいてもいられなかったそこで町を通りかかるタクシーを呼び止めると助けを請うために黒木博士の病院にと駆けつけた何だそのことですか 別に心配することはないですよ博士はすこぶる落ち着いたものであったねえ宮川さんこういうことを考えたらいいではありませんかたとえ矢部という男が100万の金をわしの前に積んだとしてもわしが手術を断ればそれでどうにもしかたがないではないですかそれは本当ですか博士 と宮川は思わず博士の手を握りしめたがだがあの男は暴力でもって私の頭蓋骨を開いて脳を取り返すかもしれませんいくら暴力を振るおうと脳の手術ができるのは自慢で言うじゃないがこのわし一人なんだからわしが嫌だといえばやべがいくら騒いでも何にもならんではないですか そうですね。それでは本当に安心していていいわけですね宮川は初めて気が落ち着くのを感じたその後矢部はちょくちょく宮川のところへやってきたそしてその度に50円だとか60円だとかをせびっていった金さえもらえば矢部は案外穏やかな人物であった 宮川はようやく本当に矢部に出会以来の落ち着きを取り戻すことができたのだった宮川が矢部事件による緊張から解放されると今度は生活が急に退屈になってきた彼は女の友達が欲しくなった彼は思い出して机の引き出しの奥から例の青い革拍子の手帳を取り出してニヤリニヤリと笑いながら 幾度も読み返した大したことも書いていないながらその簡単な日記文に現れる Y という女のことが妙に懐かしがられてくるのだったこの Y という女はその後どうしたろうこの手帳の主人公と別れてしまったようだがその後どうしているのであろうかとにかくこの Y という女は手帳の主人公を 大変濃い浸っているのだ。その主人公の筆跡が彼の筆跡と同じであるのは、いったいどうしたわけであるか。この疑問を解くため、彼はある日博士を訪ねてこの問題を出した。え、そんなものがあったかね。ありますとも、ここに持ってきました。彼は青い手帳を取り出した。 博士は深刻な顔をして手帳のページを送っていたがにわかに笑いだしたああこれはわしのところの助手で谷口という男の手帳ですよでもその手帳は私の机の中にあったんですぞそ,それですよ実は谷口を君のアパートの引っ越しの時手伝いに連れていったんです その時ポケットから取り落としたのを他の誰かが拾って宮川さんのものだと思って机の中に入れたのでしょうあや、それに違いありませんそれはおかしいですね筆跡が私のにそっくりなんですこういう事態はよくあるですよなんなら谷口を呼んでもいいが今あいにく距離へ帰っているのでね 私はその Y という女に会いたくてしかたがないのですえそれはダメだと博士は目を向いていったダメですダメです他人の女にかかり合ってはいけない本当にその Y というのは谷口さんの愛人なんですかねそうですそれに一いありません博士はひどく咳き込んで、 なるべく早く宮川を納得させようとしているこの時宮川は言った博士私は近頃になって気がついたんですがいろいろな記憶を失っているんですどうも気持ちが悪くてなりません博士どうぞ教えてくださいあの興風荘というアパートにいた前私はどこに住んでいたのでしょうかどうか その全住居を教えてください。博士は首を大きく左右に振って。ねえ、宮川さん。あんたはつまらんことを気にしてはいけないですよ。脳の手術はもう済んだが、まだ養生期だということを忘れてはいけないです。もう少し落ち着くと、きっと記憶は元のように戻ってきます。それまではつらかろうが。 一つ、矢部の愛人宮川の生活はそれ以来さらに退屈を加えたようであったある日例の青年矢部が金をもらいにやってきた時彼はいつになく手を取らんばかりにして矢部を室内に生じ入れた よく来たね矢部君今日は君に80円ばかり用足をしてもいいと思っていたところだ本当ですか矢部は優れない顔色に微笑を浮かべていった本当だともその代わり僕のどんな質問に対しても君は正直に答えるんだよいいかねははあ、交換条件ですかようございます 80円いただけますなら当分栄養を取るのに事かぎませんから何ですか質問というのはそれを聞くと宮川はにやりと笑い大いによろしいいや質問といっても大したことじゃないんだ君は近頃美恵子さんという人に会うかね美恵子にですかいや会いません こんな浅ましいやつれ方で会えば愛想を尽かされるだけのことですからねそれは変だねそんなに長く美恵子さんに会わないでいられるとはおかしいじゃないか君の愛情が冷えたのではないかそう言われると少し変ですがね第1近頃健康状態も良くないことも原因しているのでしょう質問というのはそんなことですか いや、もう一つあるんだ。その三恵子さんというのは丸顔の人で唇が小さくそして両方にえくぼの深い人じゃないかねああその通りですあなたはどうしてそれを知っているんですかいやこの前いつだか君から話を聞いたことがあったじゃないか。と三枝川は嘘をついた。 子のことをなぜ宮川が知っているかそれを言えば矢部はきっとびっくりするにそういないどうだい矢部くんこれから2人して恵子さんがどうしているかその様子をそっと見に行ってみようじゃないかそそんなことをと矢部は尻込みしたが宮川は追っかけいろいろと言い含めて ついに矢部のだった。矢部の案内で宮川は丸の内のあるビルの前へ行った宮川は身長の背広に赤いネクタイを結んでとびきり豪奢な格好をしているのに対し矢部は例によってくたびれ切った服に体を包んでいたやがて時刻と見えてビルの横合いの出口から 若い男や女がぞろぞろと出てきたそれを見ると矢部はすっかりおじけづいて逃げてゆこうとした宮川はその手をしっかりと握って自分のそばに引きつけて離さなかった宮川はビルの中から出てくるおびただしい女たちの顔をいちいち首実験していたがそのうちに矢部の手をぐっと強く握って「おい あの女だろ空色のジャンパーを着て赤い細いリボンを巻いた黒い帽子をかぶっているあの女ほら今ハンドバッグを持ち帰った女だそうです三え子ですよ宮川さん話してください僕は三え子に会うのは嫌だそんな気の弱いことでどうするんだほら三え子さんはこっちへ来るそう言っているとき 三子の視線が2人の男の方を向いたそしてハッとした様子で足早に近寄ってくる矢部は宮川の手を力いっぱい振り切って逃げてしまった後に宮川は一人で立っていた彼の目は生き生きと輝いていたまるでゲーテが久方ぶりで町の愛人ベアトリッチェに行き合ったような格好であった ああ、美恵子さ真帆どなたですのと言って女は宮川につかまれた手を振りほどきながら「ああの人をつかまえてください矢部さんを」と体をもだえたああ矢部君のことですか彼はあなたに会うのが恥ずかしいと言って逃げたんですだが私に任せておきなさい。 悪いようにはしない。まあ、あなたは一体どなたですの？やべさんのお友達？ちょっとみんなが見ていますわ。手を離してくださらない？宮川はいつの間にか女を両腕の中に抱いていたのだ。彼女に注意されてびっくりして腕を解いた。なぜ彼はそんなに興奮したのか彼自身にも不思議なくらいだった。 ねえ、美恵子さん私はぜひあなたに会いたいと思って矢部君に案内してもらったんですよどうですこれからどこかでご飯でも食べながらゆっくりお話をしようじゃありませんか宮川の口からスラスラとこんな言葉が出てきたこれも不思議であったまあ初めてお目にかかったのにずいぶん積極的ね でもいいわごちそうになりますわあなたほんとにすばらしい方ねそう言って美恵子は宮川のすんなりした体を背広の上からなでた待っていた解除その翌日のことだった宮川は 久しぶりで黒木博士の病院を訪ねたのだったお宮川さん。んんだだんが疲れて結構ですな。宮川はそれには挨拶もせずに「博士今日は折り入ってお願いに来ましたあの矢部君の残りの脳を買い取って私のここに入れてください」そう言って彼は自分の頭を指さした。 それはまたどうしたのですかいや女の問題です実はこういうわけですと語り出したところによると宮川は手術回復後頭の中に一人の女性の幻がありありと見えるようになった彼はその女性が大変親わしくて何とかしてその本人があるなら会いたいと思っていたところが その幻の女こそ矢部の愛人山崎美恵子だということが分かったその美恵子に宮川は昨日初めて会ったそして幻の女は間違いなくこの女であると確かめた美恵子も初めて会った彼に大変熱情を寄せた彼が矢部のことを尋ねたところ彼女はきっぱりと説明した 矢部さんは私が大好きだと言うんですそしていろいろと自分でも無理算段をしたようですわでも私矢部さんがどうしても好きになれませんのよでもさっきあなたは矢部君を呼び止めたではありませんかそうよだってあの人がいろいろ無理をして買ってくれたものがあるんですもの私それを返したいと思ったのよ そこで宮川の胸も晴れて美恵子の手を取ったというのだそこまではよかったけれどやがて彼は美恵子をすっかり憂鬱にさせてしまったというのだそれはどうしたわけですか博士は宮川の表を熱心に見つめながら尋ねたそれはつまり私の心が冷たいと言って。 彼女が悔しがりだしたんですあなたは何か冷淡な仕打ちをしたのですかそこなんですよ博士初めは私も熱情をほとばしらせたようですがあるところまで行くと急にその熱情が中断してしまったのですそしてにわかに不安と不快とに襲われたのですその時頭の頭中に、 別の一人の女の顔が現れましたそれは日本髪をゆったお白いやけのした戸島の女なんですその女が曲げの根をがっくりと傾け嫌な目つきをして私に迫ってくるのです腹えども腹えどもその怪しい戸島女が迫ってきますそういう不快な心の内をどうして美恵子に話せましょう 彼女にとって私が冷淡らしく見えたというのはまだよほど遠慮した言葉遣いでしょうきっとその時私は塩をなめたミイラのようにまずい顔をしていてシャチこまっていたに相違ありませんそれでなぜあなたは矢部氏の脳を欲しがるのですか分かっているじゃありませんか矢部君の脳室の中には 子を慕う情熱を出す部分がまだ残っているに違いありませんそれを切り取って私に移し植えてください私の持っている金はいくらでも矢部君にあげてください博士は黙って考え込んだそれからもう一つお願いですあの嫌な日本髪の豊島女の幻が出るところの脳の部分を切り取って捨ててください そうだ、もし矢部君が欲しいというのならその部分を彼に植えてやってくださいそれは大変なことだ博士ぜひ早いところまた手術をしてください一体あのおしろい焼けした年間女はどこの誰ですか博士はその質問には答えないでうん。 とにかく矢部氏に相談してみようと言葉少なに言ったそれから1週間ほどして黒木博士は再び脳手術に取りかかった手術室には右に宮川左に矢部が寝かされていた今度の手術は割合簡単にいった半年もすると 矢部の方はまだ幾分元気がなかったが、宮川の方はもう退院できるようになった。おい、府長。いよいよ宮川氏は明日退院させるが、君に何か意見はないかね。まあ、黒木先生。私に何の意見がございましょう。この前は宮川さんが大変な外傷を負っていらしたせいで、あのように手術後の回復も長引き、 精神状態も怪しかったのでございましょうねまあそんなところだろうよ看護婦長すら満足したほどの治癒程度で宮川は退院した病院の門を出て彼が一つの街角を曲がるとそこには洋装の歌人が待っていていきなり彼に飛びついたそれは他ならぬ山崎美恵子だったのであるまあ宮川さん ずいぶん待ってたわよおお美恵子さん今度こそ僕は君を失望させないよう2人は小鳥のように楽しそうに寄り添いながら向こうの通りに消えたところがそれから23日たってが川は真っ白な救急車に運ばれて黒木博士の病院へ帰ってきた彼の顔には、 白い布がかぶせてあった。博士はその布をのけて宮川の後頭部を調べたが。そこには。描写のできないほどのひどい傷があった。警部さん。連れの女はどうしました？あ,あ、黒木博士連れの女は逃げてしまいました。行方を検探中です。犯人の方はどうしましたか？ ああ、八重形八重という豊島女ですかそれはその場で取り押さえて一時本庁へ連れて行きました精神病院から逃げ出したんだそうですねそうですですがこの八重形八重という女はどうも正気らしいですこの前の事件で刑務所に入るのが嫌で装っていたんじゃないですかな 被害者宮川の後ろから忍び寄って狂気を振るったことを今度ははっきりした誤張で述べましたおお、そうですか今度また被害者宮川が博士の手で生き返ればきっとまた殺さないでおくべきかと言っていましたよまるで芝居のセリフもどきですよ <laughs> いやこの傷では 宮川氏はもう二度と生き返らないでしょう宮川は彼が捨てた八重型八重のため二度も狂人を受けたのだった博士は宮川のためにそれを言わなかったがあの青い手帳に書かれてあった Y という女はこの八重に違いなくもちろんあの手帳は宮川のものに違いなかったただ 手帳を記憶していた脳の部分が欠損したので、その記憶を失っただけのことだ。この事件以来、博士は脳の移植手術をやるのを好まなくなった。